分もアレクセイから離れたし、やつ自慢の騎士団も相当弱ったな。どうかな。まだアレクセイ直属の親衛隊が残ってる。親衛隊はアレクセイに心酔してるから裏切ることもまずないぜ。こんな大事件を起こしても信用されてるってのか。ったく、あんなクズ野郎のどこがいいんだか。アレクセイも最初からクズだったわけじゃねえさ。おっさん、太平の世を生み出さなきゃいけないって責任、相当ヘビーだったってこと。重い。詳しく聞かない方が剣が鈍らなそうだ。お前さんらしいね。テイルズ・オブ・ベスペリア、前回の続きからプレイしていきましょう。あ、味方か。こっち行けるな。あ、敵。味方も似たようなとこにいるから、よし、ほい。レベル上がってもそんなに、なんか攻撃力自体はめちゃくちゃ上がるわけじゃないんだね。なぎなた。本当になぎなただ。刃には粘りがある。粘り。苦悩のパティ。なんじゃ、ラピード、心配してくれとるのか。あの洞窟の墓でのこと、心の中で整理はつけたのじゃ。でもな、うちはどうすればいいのかな。まだ決められないのじゃ。何を決めるか知らないけど、回らない知恵で急いで出した結論なんてろくなことないわよ。リタネ聞いとったのか。それに犬に相談しても何も解決しないでしょ。解決はしないけど、なんとなく気分は軽くなるのじゃ。リタネもラピードに悩みを打ち明けてはどうじゃ。遠慮しとくわ。照れることないのにの。最後はうちには、裁判必要な物資を恵んでやる。ああ売ってくれんのか。まあ必要な分買っとくか。ライフボトルも買っとこう。さすがに武器とかは売ってないが、よし。一番隊長に失礼があったら、私たちが許さないのか。はあ、ほんと信頼されてんだな。こう狭いと敵を避けていくのもきついな。無理だな。よいしょ。おい、交流連打団、狂気と強欲の水流。おい、オッケー、終わりだ。やっぱ武器が変わらんと攻撃力はガラッとは変わらんな。呼び方は。まったく、生きてるんだったらさっさとそう言いなさいよ。そうなのじゃ。あの時のみんなの気持ちを返すのじゃ。おろ、もしかしてパティちゃんもリタッチも俺様のために泣いてくれちゃった。そんなわけないでしょ。誰があんたなんかのために泣くか。ガキンチョくらいでしょ。ねえ、僕だって泣いてなんかないって。誰も俺様のために泣いてくれなかったのね。俺様ショック。でも本当にご無事で何よりでした。そのレイブンさん。フレン、その呼び方変じゃない。なんでいきなり片言なの。あ、いや、不自然なのは分かってるんだ。でもシュバーン隊長ご本人だと思うと、レイブンさんと呼ぶのになんだか抵抗があるというか、慣れなくてね。呼び方なんてなんだっていいのじゃ。騎士団は面倒なのじゃ。ま、パティちゃんの言う通りよ。それにシュバーンはバクティオンの奥で埋まってるじゃない。お前さんの前にいるのは
ただのおっさんのレイブンよ。わかりました。早くなれるように努力します。騎士団が面倒というよりもフレンの性格の問題だよ。よし、横通らせてもらおう。これこっち側なんかあるか。ないか。なんか飛んでんな。飛んでる系のやつがいるけど、レベルも高いし、基本的に雑魚は無視でいいかな。あんなにガーッと上がるとは思わなかった。ちょっとびっくりして。ライフボトルか。戻しとこう。あるんだったら買わなかったんだけどな。よし。普通に、あの飛んでるやつはちょっと気になるんだけどな。よし。さあ、決戦でいこう。本当にいっぱいいるな、ここ。なんかエアルが漏れてない。これってエアルか。そうみたいね。この中をエアルが流れてる。そんな近づいたら危ないんじゃない？それほど濃くはないから大丈夫よ。でもどうしてヘラクレスの中をエアルが流れてるの？なん、動力源とかそういうことじゃないの？このデカ物を動かしているのがエアルってことみたいね。そうだろうな。エアルクレーネでもないのにエアルを供給ね。ヘラクレスの建造は極秘扱いだったんだ。詳しい仕組みのことはわからない。俺様の構造のことまでは聞いてないな。興味なくていい。おっさん、肝心な時に役立たずなのじゃ。ソーサラーリングが光ってるよ。前にガスパロストでも同じ反応見たわね。またあれか、アップグレードっていうか上がんの。ああ、あん時と一緒だ。ちょっと見せて。はあ、そんなに手強く握られると照れるな。ヘアルの影響を受けて中の形状が変化してる。このコシドに向かって撃ってみて。なんか破壊力がすごく上がってるんだけど、これ大丈夫なの？っていうか、それを手首につけてんの？手首っていうか手につけてんの？大丈夫なの？撃つもの全部壊しちまったらさすがにヤバいな。今のは格子戸の中のエアルに撃ったエアルが反応した結果よ。何でもかんでも壊したりしないから安心して。あっちの格子戸もソーサラーリングで壊せそうね。おお、いろいろできるようにはなったのか。レベル3、岩を砕けるようになった。え、どういうこと？すごい男らしさ。また別の機能がつきやがったな、この指輪。ガスファロストでもついたんだよね。あの時は私とあなた二人しかいなかったものね。時間があればもっと研究したいけど、それどころじゃないし。まあ、これで新しいところにも行けるわけだ。お得ってことでいいじゃないの。そうそう、ガンガン撃ちまくって入れるところとか探してみようよ。反応するかしないかは見ててもはっきりとわからねえからな。そんな無造作に打ちまくるなんて全然スッキリしないんだけど。男らしくていいじゃない。私そういうの好きよ。好き？ぬお、ここか、ここなのか。にゃっふん、やったぞ、開いた開いた。フレンはこういうの見てどう思うんだろうな。あ、こういうことか。だったらこれあれかな、あの壁のへこみみたいなやつも2周目だったらいけるよとか、そういう話かな。止めとこう、出よう。多分奥になんかあるんだろうけどな。ここもいけそう。やっちゃった。でも後ろから当たってないな。敵だ。よいしょ。
こいよいしょ。オッケー。まだまだ。これで開く。うわ、守ってんな。戦闘自体はそんなにな、長く続かないから、いいと言えばいいんだよ。まだまだ。フレンの技かっこいいな。移動要塞ヘラクレス。レイブンもフレンも騎士団の隊長なのに、ヘラクレスのことあんまり知らないんだね。こいつはアレクセイの命で極秘に建造が進められたものだからね。騎士団の隊長クラスだからって内部構造やら詳細まで知ってるやつはほとんどいないだろうよ。ダングレストのことでヘラクレスの存在を知ったというものも少なくないはずだ。建造に携わった人も高い技術を持ったごく限られた人たちだけだったらしい。ふん、だからこんな急ごしらえで作りましたっていうようなところもあるわけね。でもなんでそんな秘密にする必要があるの？ダングレストでフェルを追い払ったくらいものすごい威力持ってるのに。もしかしたら騎士団の力として使うのではなく、もともとアレクセイがやろうとしていたことのために作ったのでは。結局自分の目的のためってこと？職権乱用もいいとこね。とりあえず今はこいつのことよりやるべきことをやろうじゃないの。はい。なんかレイブンに敬語使ってんのすげえ違和感な。ここなんもなしか。ありそうな気はするけどな。無駄な争いは避けたいな。降りれる。この先には、ああ、いや当たるか。すぐ楽にしてやる。めっちゃ怖いよな、すぐ楽にしてやるって笑いながら言う主人公。よいしょ。ほい、ダメージが全然こっちに入らないもんね。なんだこっちって。よいしょ。ほい、騎士の名にかけて。フレン主人公やってるな。かっこいいよねフレンね。ユーリも好きなんだけど、てか本当にテイルズってさ、なんか最初んって思うようなキャラがいたとしてもさ、結構もうみんな、あ、みんないいなみたいな。いいかアイテムも。動かす。これが動いて入れる。フレンと旅して、こっち行けるか。ユーリはどう思ってんだろうな。フレンと旅して、フレンはユーリをどう思ってるんじゃ。友人だよ。今でもか。もちろんだ。そうか。何か僕に聞きたいことがあるのかい。んにゃ、十分なのじゃ。引き止めて悪かったの。すごいわね彼。ユーリのしたことを罪と指摘しながら、それでもユーリを友と呼べるんですもの。じゃの、ユーリの友達やってるぐらいだからルイ友なんじゃない。はあ、わかる気がする。フレンってやっぱりユーリの友達だよね。それは褒めてんのか、どうなのか。難しいな。ん？こっち側がメインなのかな？ん？
どうなんだろう。いっぱいいる。いっぱいいるよ。あそこは動力室だな。親衛隊が固めていますね。すごい警備の数だよ。さすがに簡単には止められそうもないか。あんなにいたら強行突破は無理ね。何を。意外と冷静じゃないか。火の玉一発ドカンかと思ったのじゃ。こんなとこでつまんないミスしてられないでしょ。ヘラクレスの足を止めることができればソディアたちも乗り込んでこれると思うんだが。どんなでかい魚でも頭を叩けばおとなしくなるのじゃ。だな。制御室を探そうぜ。レイブン、制御室がどこかわからない？悪いね、そこまではわかんないわ。制御室の方も警備が厳重だったら。そん時は強行突破するしかないな。そうなりゃたった7人と1匹で親衛隊と戦争か。熱いのって大変なのね。そうならないように祈るよ。まあでもうわ、普通にいるんだけど。ここにどっちが本物。ドアーター。ドリーム。危ない危ない。ありがとうね、カロル君。ふわふわしてるからだよ。気をつけてよね、足場悪いんだから。レイブンさんはいつもああなのかい。おっさんはいつもあんな感じだぜ。それがどうした。ああいや、レイブンさんとしての彼とシュバーン隊長としての彼、どちらが本当のあの人なんだろうと思ってね。あなたにとってはシュバーンとしての彼の方が印象が大きいね、きっと。そういやお前、レイブンがシュバーンだって気づかなかったのか。初めて会った時何か変だとは思っていたけど、レイブンさんとしての彼はシュバーン隊長と同一人物とは思えないほど、そのチャランポランなおっさんだったってことか。誰がチャランポランだって。まったくこの若者ども、おっさんの知らないところで何言ってるかわからないわよ。まあレイブンだろうがシュバーンだろうが、おっさんはおっさんってことだろ。そんな難しく考えることじゃねえよ。そうだね。そうなのかな。ちょっと降りてみるか。こことかなんかありそう。ローズウィップ。あー、ギリ背中を取られなかったけど。楽勝ムードね。いい抜くだよ。ミッション同作に。よし。よいしょ。ほい。おっさん使ってみようかな。でも、みんな上がってるしね。割と遊んでるな。まだ私なりそうだとは思うけど、どうだろう。フレーム外したくねえな。おっさん、いや、ラピード、これで行ってみるか。あんまりこのパーティーは試してないというか、そういう気がするけど、とりあえず上見てみるか。あら、当たってた。おチャンス。大丈夫。全員みたいな感じなのか。よいしょ。どんどん新しい技を覚えるからこうなるよな。よし。外したけど、これで先を急ぐぞ。よし、サクサクっと前に。でもやっぱ、でもやっぱあれだな、あのメンツで やっていきたいな。ちょ、パティ入れようか。ちょ、リタはそのままで。
パティもちょっと見たい。外か。おお、持ってきたな。通れんか。ぶっ飛ばすからね。はい。これでも警告を突きつけたマシンなんだよ。よいしょ。すごい勢いでいろいろ思いつっこいなってる。よいしょ。先を急ぐぞ。壁の方を向いて何が警備か。バーッと上進んでいってみるか。よし。何それ飛んでいったよ。飛んでいったよ。あれパティあれパティは。あ、戻ってきた。決まった。え、割と長いこと離脱してなかった。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。